お元気ですか？メメダカです。今年もメダカたちと楽しく暮らしていく予定のメメダカです。今日はそのメメダカが最近観察しているヤマトヌマエビの交尾のお話です。今でヤマトと暮らし出して2ヶ月ちょい、ちょっと面白い動画が撮れたので、その動画についての考察をお話しさせてください。その前にですね、ヤマトたちの繁殖の経過をさらっとお伝えしていこうと思います。ぜひ最後まで見てってくださいね。では早速いきますね。3匹のヤマトたちは11月の上旬からたった2ヶ月でワンちゃん2回、ツーちゃん3回、スリちゃん1回の抱卵をしています。ヤマトの繁殖、こんなにサイクル早いんですかって思ってます。南沼エビたちの時もそうでしたが、抱卵中にすでにママの背中の卵巣の中では次の卵が育っている、抱卵している卵が育って孵化したらすぐに脱皮、交尾、産卵、抱卵となるんですね。自然界でもこんなにサイクル早いのかな。もしかしたら人工飼育で餌が豊富なので早くなっちゃってるのかもしれません。ママたち体力ピンチかもしれないと、オスのフワちゃんの隔離も考え中で、話は変わります。今回聞いてほしいのはヤマトにこんな行動が見られました。動画いきますね。おっと、これは交尾ですか。メスのワンちゃんの背中にオスのフオちゃんがしがみついています。かなりがっちりしがみついていますね。横にふわふわ舞っているのは3日ほど前にワンちゃんが放出した卵です。3匹が次々と抱卵するので隔離水槽が間に合わなくって、この水槽で放出してしまいました。今横をすり抜けていったのはツーちゃんです。現在3回目の抱卵です。フオちゃんの抱きかかえはまだまだ続きます。これを見た私は、おお、ヤマトの交尾はこんな感じなんだって夢中で撮影しました。けどここで疑問が。水槽の中どこを見てもワンちゃんの脱皮の皮が見当たりません。ヤマトは脱皮しないで交尾するんかな。ちなみにですよ、同じ十脚目沼エビ科の南沼エビの交尾はこんな感じです。雌雄が向かい合わせになって交尾です。オスもメスもお腹の部分に生殖器があるので向かい合わせで交尾するんですね。ヤマトヌマエビも南ヌマエビも体の仕組みはほぼ同じ感じなんで、ヤマトも交尾は向かい合わせなんじゃないかな。ってことはこの行為はなんだとなったわけなんですね。ネットでヤマトヌマエビ交尾と検索するとこのオンブエビの画像が出てくるけど、私はこれ交尾じゃないかもって考えるわけです。理由1は、この2ヶ月の間に6回の抱卵を見てきましたが、6回とも抱卵前にメスは脱皮しているけど、このおんぶ行為の前には脱皮してないんですよね。そして理由2は、おんぶ行動の翌日ワンちゃんは抱卵で、水槽の中には予想通り脱皮の皮が落ちてた。これワンちゃんの脱皮の皮ね。夜中に脱皮、交尾、産卵、抱卵してたわけですね。やっぱ抱卵前に脱皮は間違いないよね。ってことはおんぶ行動が交尾でない可能性が十分ある。で、これは交尾じゃないと思うよってのが私の考え。そしてさらに考えを進めていくと、脱皮していないメスにオスが交尾できるように脱皮を促している、繁殖行動を誘っている準備段階って考えます。ただ決定的な交尾は目撃していないので、今は考察ですって意見でとどめておきたいと思います。交尾産卵のシーンをめっちゃ確認したいところです。
化したゾエアたちのことも軽く報告しておきたいと思います。2つの15センチ水槽から始めたゾエア飼育ですが、効率悪いのでもう一つ水槽を追加して3つの水槽でゾエア育成中。ゾエアたちが孵化後1週間で全滅したり、やっと2週間育って着底間近な子を私の不注意で行方知れずにしてしまったり、ゾエア飼育は超難航しています。汽水作り、ゾエアの餌のことや水替えのこと、お話ししたいことはいっぱいですが、まだその段階じゃないので、今は失敗しながら大和繁殖観察、なんとか続行していますよの報告くらいでしょうか。絶対いい報告もしたいと思いますので待っててくださいね。ってことで今日は大和沼エビ繁殖観察、これは交尾か、モノモースのお話でした。最後までご視聴ありがとうございました。プラカもエビも大好き、メメダカでした。おまけ。これはずっと続けている四国歩く旅の途中、この日は室戸岬から歩く予定。室戸岬行きのバスの中です。あんまり海、そして空が綺麗だったから、メダカたちのこと、 YouTube のこと、歩く旅のこと、今年も頑張れますように。皆さん応援していてね。